HH デリートということは HH を、HH 考えてしまうことをデリートするということから曲が派生しているけれども、よくよく考えてみれば HH でデリートしている自分の魅力っていうところにこう沼としてこう引きずり落とすときに HH を利用してきた人生だったかもしれない、でもその逆かもしれないという、こう考えれば考えるほど流体してその逆その逆って考えちゃって、そのどのタイミングにいる時にあなたに会えるかっていうのがこのもうルーレットのようにこの楽しいのがツアーなんですけれども、ちょっと分かりますかね、なんですけれども、まあでもその自分の気分をこういろんなところに拡散していく感じが、あ久しぶりだなって思ってて、このなんかツアーこの HH デリートツアーやっててもすごく楽しいんですけど、もうあの今までツアーはこうシュガービーンズさんにピアノを弾いていただいてたんですよ。でそのシュガービーンズさんにこう弾いてもらってない公演っていうのが、なんかさっきこう一部やってて、なんかこうライブってこんなんだっけなと思って、どうやってやるか分かんないってか、こうライブできてるかなみたいな気持ちになっちゃって、まあできてるんですけど、できてるかなみたいな気持ちになっちゃって、でなんかそれをこうなんかスタッフさんとさっき話したら、私が完全に一人きりでステージに立つこのワンマンライブはあの無敵ツアーの中野サンプラザ以来らしいんですよ。でびっくりしちゃって、その時もなんか多分このこれのもっと大きいやつをこの飾っていて、あすごい、でピアノとこうなんか真ん中をこう往来して、こうなんか自分で魔法陣を作って、こう自分をどん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 こう拡張して、こうバーンってこう マジックダイレクターって言うんですけど、あれがこうわーって大きい力をこう出せるようにっていう風なそのツアーだったんですけど、その時のツアーが、でそれが今になってこの横浜っていうところで、まあ、今日は風天スケジュールの都合でシュガービーンズが出れなかったっていうだけなんですけど、私が一人でやることになって、でも一人でやるには一人でやるってやっぱ楽しくって、すごいなんか私こんなにピアノ弾けたんだとか自分で弾いてて思ったりとかもあるし、なんかやっぱり一番こう素の状態にこう立ち戻れるし、なんていうんだかな、やっぱりこの状態とかこの環境をこの中に置いてこういう環境になって、こうなんか一番丸裸の状態が一番自由なんですよ、なんですけど、でそれが一番自分の原理だから、でも原理とはゆえこうやっぱりあのギターっていうのはあの高速具なので、なんか拡張かと思いきやこうなんか意外に動きを閉じ込められていたりとか、ピアノも拡張かと思いきや意外に閉じ込められていたりとか、どこかを拡張したらどこかがへこんでしまうんですよ、このなんかこういうグラフ的にへこんじゃうんですよ。でなんかやっぱりこう一人の出せる力みたいなのがなんかやっぱりなんか決まってるのがなんかやるせない、うん、もっともっとこうなんか全部がパラメーターが1億ぐらいならいいのに、こうなんかギターをこういくとなんか自分の可動域が減ったりとか、ヒュンってこうなっちゃう、わかります、ヒュンってやっちゃうのが、あなんかやるんじゃないなと思いつつも、でもなんかこういうなんか後ろにもねこのなんか絵を掲げて、こうギターを掲げて、なんか自分の気持ちを大きくしていきたいなっていう気持ちもあるし、自分の気持ちだけじゃなくて、さっきも話したんですけど、あのなんか私すごい円形のステージがすごい好きなんですよ。だから円形のにできうるステージをすぐ円形に従う癖があるんですけど、それがなんだかなって考えたんですけど、この前こう大阪のこの HH デリートツアーの公演の時に3曲まで撮影可能にしてるじゃないですか。それがなんか私越しの後ろのお客さんも聞いてくださってる方も映るんですよ。だから私はやっぱりその最初にライブ、弾き語りのライブっていうか、最初に中野サンプラザのライブした時かな、からすごく言ってるんですけど、まあ、私はこっちの景色が私の景色じゃないですか、ずっと。こっちを見ることがないんですよ。で、こっちがすごい美しいなって思っていつもライブしてるから、私のことなんて見て楽しいのかなっていつも思うんですよ。だからこっちのなんかいろんな人生みたいなのを受け取って音を返してるだけだから、その作業をする人なんですよ、ただのライブって。だから、なんかそれをこう円形だったらそれごと見てもらえるじゃないですか。それがすごく好きだなと思ったけど、今日はそれが見ることができないので、ちゃんと責任持って音でそれを返して、それも音でこう感じ取ってもらって、こうなんかここから来たのがここに跳ね返ったり、ここから来たのがここに跳ね返ったりとかすると思うんですよ。こうなんかいろんな方に、そうここから来たのを全体に私が返すことができたりとかすると思うんですよ。なんかその全部抽象的な話で申し訳ないんですけど、でそういうのをこうなんか責任持って音でやっていこうって思ってやって考えたことをしゃべるとこうなっちゃうんですけど、こう思っていますということです。私の街を作りに来ました。
新宿バス